皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日は西鉄二日市から始発のみが急行として運行されている路線バスに乗車し、なぜこのバスが運行されているのかについて考えてみたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。このバスは西鉄二日市駅1階にありますバス乗り場から出発しています。今回乗車する急行は山口行きで、山口方面へのバスはほぼ毎日一本の運行となっています。それでは早速乗車しましょう。だったからかもしれないのですが、西鉄二日市から乗車したのは私一人でした。これから筑紫野市の市街地を通って JR 二日市駅に向かいます。JR 二日市からの乗車はなく、この急行バスはこれからいよいよ終点の山口に向かって走ります。ご乗車ありがとうございました。
7分後ですよね。はい、はい、じゃあありがとうございます。山口は筑紫野市の南西部にあり、近くには筑紫野市総合公園や浄水場などがある自然豊かなところです。折り返しの便は7分後の6時49分発西鉄二日市行きとなります。すでに私の他に1名バスの発車を待っておられます。ご乗車ありがとうございます。次は阿久山田、次は阿久山田です。お降りのお客様はお知らせください。このバスの最後部に座って途中のバス停での乗降を確認すると、バス停に停まるたびにどんどんお客様が乗ってこられまして、 JR 二日市到着までに私を含めて乗客は14名となりました。やっぱり朝の始発の便なので通勤通学の需要が大きいですね。ここで博多鳥栖方面の列車に乗り換えることができます。博多方面は7時10分発快速博多行きに乗車すれば、博多には7時29分に到着、鳥栖方面は7時17分発の普通列車大牟田行きに乗車することが可能です。バスはまもなく終点西鉄二日市に到着となります。ここで西鉄福岡天神方面や西鉄久留米大牟田方面、そして太宰府方面に乗り換えることが可能となっていまして、7時9分に西鉄二日市に到着した後の各方面の接続は、西鉄福岡天神方面は7時16分発の特急および7時18分発の普通に接続しますし、西鉄久留米大牟田方面は7時14分発の大牟田行き特急および7時16分発の柳川行き普通、そして太宰府方面は7時17分発の普通に接続し、とっても便利なものとなっています。では最後に
山口行きの始発のバスがなぜ急行として運行されているのかについてですが、本来であれば山口まで回送でも良いのでしょうが、急行として運行することによって西鉄と JR の駅同士を連絡する役割が果たせますし、沿線の住民にとって折り返しの山口始発の便が通勤通学に欠かせないものであることから、確実に山口を定時で出発することができるというメリットがあるので、特別に急行種別として運行されているのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは主に九州、福岡の鉄道や交通について取り上げています。動画制作の励みになりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。